ガーディアムレディオーサーこれは怪しいな。絶対に外ればっかりだよ。わやってみましょう。2番これ1番出ないやつじゃないの絶対に大量に腐らしたねこれ100日後に死ぬワニちゃうのこれこそまさに100日後に死ぬワニじゃないの。わいわーい、ド派手な衣装。今日はお祭りだよ。どこでお祭り？広場だよ。これ狐じゃないの？稲荷マーケットの人だ。なんだこの宇宙人は。頭に星つけてるんやけど。ちょっと大丈夫か？みんななんかどうした？痙攣起こしてどうした？ほら痙攣起こしてどうした？喜んでんだろ。手持ち花火を分けてやるよ。え、マジで？やったね。どうした？みんな痙攣だぞ。あかん祭りやこれ。フレーズさんもさ、うち着替えるんだ。任せろ。あれいっぱいだぞ。持ち物を整理するんだ。この日のために集めといた。結局逃がすんだ。この日のために集めといた花分たちを逃がすんだ。いらねー。森へお帰り。夜空へ羽ばたけ。なんで撮ったんや。もう捕まるんじゃないぞ。腐るほどいるから、ね。ちょんまげをさらば。ああ、ちょんまげが。私も手持ち花火もらったし、うん、フレードさんももらってたよ、さっき。あ、ほんと？ジェシカがくれたし。で、どうすんの？私も持ちたいなぁ。あ、線香花火？あぁ、あぁ、すごい。放火魔や。ガーディアムレディオーサーこれ見上げてるってことは、これ上が、おぉ、大輪の花びらだ。どこどこ？ほら、この上を見上げてみろ。こうやって？ほら、おぉ、写真だ、写真を。いいぞいいぞ。ガンフライドの半目やった。そう。私も目つぶってた。あ、たぶんこのキツネは何か売ってるの？くじ？うん。多分なんかくじ引き？さあさあいらっしゃい。くじ引けるの？怪しい。これは怪しいな。絶対に外ればっかりだよきっと。縁日のくじ全部引いてみた。うわあ。やってみましょう。ほんとかよ。500ベル。2番？もう2番？これ1番出ないやつじゃないの絶対に疑ってるよ。どんどん引くで。次1等出るかな。え、あーびっくりした、1が見えたから1等だと思った。11番って1が並んでた。緑の風船って何？11番ってすごいね。何番まであんの？ね、4番。でもちょっと可愛いかも。まあ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 。うん。吹き戻してない。当たり。何これ。吹き戻してなんかピロロロって。あれか。伸びたりするやつだよね、吹いたら。僕じゃあさっき2番引いたん結構良かったってこと？うん。青い風船？え、さっきかぶってなかった？え、そうなん？やるね。どんどんやるよ。1番出るまでやるよ。うちは。かぶってないよ今。な、今んとこかぶってない。え、10番いらねー。そろそろ持ち物いっぱいになるんじゃない。9番。お、1番以外結構出てきたよ。3番、大きい花火。大きい花火。6番、風車。うーん。12番、ピンクの風船。あれかぶった。とうとうかぶり出したか。ね。でもやっぱ1番出ないね。出ない。あ、やった！赤い手持ち花火。景品はそうでもなかったね。これだけ。お、いいじゃん。ちょっと持ってみて。手に持ってみようか。わわわわ。あ、いいじゃん。ほいほい。バカに見えるよ。バルーンアーティストがバルーン持ってる。引っ張れるよ、ほら。細かいな、芸が。芸が細かい。赤い風船。飛べるとか？いや、引っ張れるだけ。色が違うだけじゃないかよ。これは？あ、それいいじゃん。ちょっと置いてみて。どうやって使うの？カチッてしたら、ほら、花火上がるんじゃない？お前。ほら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 。ああ、早く早く早く。そっちか。そっちか。打ち上げじゃないんだ。燃えかすは回収。リサイクル。シャボン玉だ。シャボン玉。はい。かわいい袋も、なんかクマだよ。あ、わあ。すごい、本当もうお祭りだよ。終わり？もう終わり？終わりだ。あ、じゃあこれに話しかけてみて。これ。これに？何？え？なんかくれた帽子。
光るボールアクセサリー。これ頭につけてるやつじゃない？あらら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 、これもうはしゃいじゃってる人になっちゃってるよ。っていうかさ、今よく見たらさ、ちょっと見たといてね、ほら景品ここに並んでるやん。ほんとだ、うちわでしょ、風車でしょ、全部もらったんじゃないフラッドさん。なあ、制覇したな。うん、フラッドさんもほらもらってごらんよ。しずえかも、星のやつかも。あ、ほらー、ほんとだ、いいじゃん、さすが島民代表。うわぁ、しずえのことバカにできないね。ほんとだ、いや、私が一番おかしいやろ。下手くそか、下手くせ。この、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、いいね、いいね。あれ来てない住人たちもいるよ。え、突撃しようか。ジャックとかさ。あら、僕はああいうの嫌いなんだよね。クールやからな、とか言うのかな。久しぶりってことを周りくどく言ったっぽい。どうした、花火来ないのか。スケボーヘルメットあげよう。え、かぶるの。あららららら、あららららら、もう買っちゃってるよ。ジャックに悪いことしたな、あのスケボーヘルメット。これほら、風船。あんまりお気に召してないよ。ストレートに言われて役立たへんて。確かに言われちゃったね、ズバリ。ほら、深いため息。あれ、ジャック、よく見たら目の色片方ずつ違うぞ。うん、違うのよ。なんか急に踊り出したよ。どうした、ジャック。どうした、これ、あ、頭のヘルメットがよっぽど気に入らんのか。巣に戻った。怖いよ、ジャック。あ、トンコの方やばいじゃん。トンコ、どうした、トンコ。これ自分家だよ、入んないの。どうしたの、入んないみたいだね。どうした、親方。あ、花火見てるんじゃない、ほら。花火見てたのか、家の前から。花火見てたのか、一人で。あの、花火を上げてる場所見に行こう。うん、そうしよう、そうしよう。タヌキが上げてるはずやから、絶対。ほんと？絶対タヌキだって。ん？えぇ？あ、島の向こうだ。タヌキじゃないよ、やっぱり。ニンテンドーさんだよ。なんや、このロマンチックな感じは。そして雑草だらけという。雑草。ほったらかし。ちょっとこれ早すぎじゃない？腐ってるね。大量に腐らしたね。これはひどいね。ひどすぎる。これ消えないんだ。株買う資金もなくなったよ。これちょっと待って。制約？まだだね。まだか。じゃあさ、離島行ってみる？夜な夜な。出かけてみる？今日行けばすごいいいやつに出会える気がする。その勘を信じていこう。あ、こんなことできるんだ。花火までちゃっかり。へえ。お気に入りに登録してるやん。ピュー、あ、すごい。喜んでる、喜んでる。すごい。お殿様が。喜んでる。喜んでらっしゃる。花火の壁綺麗だ。なあ。くるくるって見せてよ。すげえ。これ大量バタに合うな。そうだね。花バタがちょっと時期外れだけど。じゃあ行こう。忙しくしてるふり。ちょっと吹け取らへん、しばらく会わへんうちに。ちょっとやつれた。やつれてない、鼻も若干大きくなった気がしこんなツヤツヤやったかな。なあ、え、いる、あ、いた、いた、焚き火見えた。マジで、誰だろう、ほら、誰、あれ、これ100日後に死ぬワニちゃうの。これこそまさに100日後に死ぬワニじゃないの。ワニなの、これドラゴンじゃないの。カツオ、カツオ、やっぱ竜だ。その却下ですか。そうだよ、アバよ。狼がいいな。やたら A ランクに狼がいっぱいラインナップされてんだけど。いいね、狼。うん。狼一匹ぐらいはいいな。あ、あ、あ、ん？これは一号？マスカラス。マスカラス？覆面レストランと出会ったよ。なんだ、なんかその何を考えてるかわかんないね。D。D か。うん。じゃあ行こう、もう出よう。この海外の評価を鵜呑みにしてる二人。うん、なんか可愛い女の人来てほしいな。いや、狼だろうが。は？え？なんや、あの中途半端な顔。中途半端だなぁ。アロンか。でもちょっと人形みたいな毛並みしてない？ほら。本当だ。シルバニアファミリー的な表面。なぁ。肌ツヤやな。肌ツヤがおかしいぞ。もう帰ろうとしてる。評価も聞かずに。もうあれいる？ちょっと待って、評価だけ見るね。いた、いい。いいか、じゃあ帰ろう。うん、ああ、カンガルーだ。あら、お腹の中に。お腹の中に。そんなもう物騒な棒持ってさ、近づくんじゃないよ、不審者。マリアだって。マリアさん、評価良さそうだけど。ちょっと待って、これ一人旅。あ、星が落ちてきた、頭の上に。どういう評価な？
マリアはいいです。いいか、じゃあ行こう。でもなかなか良さそうに見えたけど、いいなんやな。あ、もういた。しかもこれ竹林だ。あ、コアラ？メルボルン。オーストラリア。いいです。え、いいなん？うん。サソリだ。あ、サソリ？気をつけてよ。おし。ナイス。取ったー。やった、サソリ。さ、だった、サソリ。網壊れた。動揺すな。じゃあね。サソリ取って帰ろう。もう僕サソリ取ったから満足したから、結果不採用。